はい、皆さんこんにちは。今日は鉄棒の逆上がり、前方支持回転、後方支持回転のコツ。はい、では続いては後方支持回転。逆上がりができたら、うちの体育教室の子どもたちには挑戦してもらってる技なんですが、空中逆上がりっていうのかな、蹴り上げて回る逆上がりではなくて、勢いを使って回る、ちょっと説明が難しいですが、後方支持回転をやってみようと思います。まずは1回やってみたいと思います。連続でできるとかっこいいかなと思います。はい、今のが後方支持回転です。で、後方支持回転をうちの体育教室の子たちに練習してもらうときには、1、2、3の3回勢いを足で思い切りつけてもらいます。で、この 1,2,3 の足の勢いをつけてるときにすごく大事なポイントがあります。で、そのポイントは足を振る勢いに腕が負けないっていうこと。その足を振る動作のときに肩がグッて曲がっちゃったりだとか、肘が曲がると勢いが上手につけられないので、すごく大変なんですが、ではできるだけギュッと肘を伸ばしたまま我慢するっていうのがすごく大事。足の反動に負けないようにしっかりグッと自分を支えるのがとても大事で、私が後方支持回転を練習して一番ここが大事かなと思ったポイントは、1,2,3 の足の振り上げる勢いがすごく大事。1より2より3をすごく大きく、もう鉄棒から自分の腰から下下半身をわっと離して、その勢いのまんま鉄棒に巻きつくっていうイメージで練習しました。で、できるようになってくると、最初に私がやったみたく、勢い1回でできるようになったりだとか、本当に上手な人はもう全然勢いがなくても回れる人もいます。でも私はまだまだ勢いをつけないと回れないので、その勢いを、止めない、しっかりつけた勢いをそのまんまキープして鉄棒に自分の体を巻きつけるっていうイメージでやってます。これだとできないよっていうポイントがあって、今3回足を振ってみたんですが、3回目の足の戻ってくる方向が実は大事なポイントで、振り上げた足を鉄棒に来るまでに加速を、勢いをもっとつけるんですが、この足が地面の方に向かって降りてきてしまうと、せっかくつけた勢いが回りたい方向じゃない、下の方向に向いてしまうので、振り上げた足は勢いをつけながら鉄棒にしっかり巻きつけられる方向に3回目は持っていく。で、途中でちょっと怖いなと思って緩めちゃうだとか、地面の方に足を振ってしまうと後方支持回転はすごく難しくなってしまうので、3回目ちょっと怖いかもしれないんですが、思いっきり勢いをつけたらそのまんま鉄棒にぶつかるイメージで回ってみてください。最初は怖いかもしれないんですが、思い切りが大事です。はい、こんな感じです。3回勢いをつけると、で、私はあんまり腕の力がないので、3回勢いをつけると支持する力が弱くなってしまうので回りづらくなってしまいます。なので、女の子とかまだまだ腕に力がないよ、自信がないよっていう子は、1回で大きい勢いをつけてやってみるっていうのもできるようになるポイントかもしれないです。
ぜひやってみてください。で、5星次回転のポイント、私がこういうことを考えてやってるよっていうのをまとめると、何を言ったかな、後で編集してもらいます。これで後方支持回転のポイントではないですね、私がこういうことを考えてやってるよっていうの終わりです。